24歳女です。先日好きな人に告白して玉砕しました。しかし人として友達としては好きと言ってくれたり、半年後にまた会う約束をしてくれました。せっかくそう言ってくれたんだから友達でまた仲良くできるのに前向きに行こうと思っていたんですが、いざ半年後に連絡を入れたら即座に LINE ブロックと着拒されてしまいました。どちらが悪いという話ではないのかもしれませんが、私はどのようにすればよかったんでしょうか。またどのような気持ちを向き合えばいいんでしょうか。アドバイスいただければ幸いですということなんですが、あ、まずですね、好きな人に告白した時に友達としてまた会おうとか、もともと付き合っていた人と別れてた時に今後友達として仲良くしようねって言われた場合には、これはオブラートに包んでくれてるだけで、もうお前とは二度と会いたくねえって言われてるというふうに捉えてください。はい。残酷なもんでね、別れる時に友達としてずっと一緒にいようねっていう人ってすげえ残酷なんですよ。要するにあれって友達として今後も付き合いたいって言ってるんじゃないんですよ。向こうは自分がズバッて振ったりとかしたみたいな、そういう言い方悪いけども、自分がある悪者になりたくないから、だから都合よく友達として付き合おうとかって言うんですよ。ところが実際にいい相手ができたりとかするとどうなるかっていうと、そっちの方が優先じゃないですか。でわざわざ会う理由もないじゃん。そんなのだってさ、昔さ、なんか微妙な感じになった相手とさ、会わなくたって新しいさ、男だったら新しい女の子と会えばいいし、ね、女性だったら新しい男と会った方がいいじゃないですか。何も得ないじゃん、会ったところで何の発展性もないんだから、もう、男女関係としては友達なんて他にいくらでもいるわけで、ってなると、要するにその体よく自分が悪者にならないように振られただけです、これは。だから会ってブロックされるのは当然だし、普通だと思います。はい。なんで相手は自分が悪者になりたくなかったんだっていうことだったので、ね、どうすればいいも何も、どうすればよかったかといえば、その相手に連絡を取る暇があるんだったら新しい関係を模索した方がいいんじゃないですかっていうのが、アドバイスになります。はい。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。